皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2023年12月の10日日曜日でございます。気温は16度。16度はちょっと驚きですよね。16度はだってそれってもう秋の気温じゃございませんか。どうですどうです、16度は高すぎますよね。この時期に16度ってそれとも平年並みなんです。どれぐらいが今の気温なんだろう。そういうような疑問が頭にもたげましたが、皆様その疑問も答えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。平均気温、この時期の平均気温って何度ですっていうことを強く、はい、皆様から募集させていただきます。まあまあこういう気軽な募集っていうのはなかなか答えは返ってきませんけれどもね。でも16度っていうことで通りで暖かさ感じるなって思いましたよ。昨日も昨日もって言いましたけれども、昨日はそこそこ涼しかったような気がするのに、のに今回16度っていうことによって、気温の変化によって体調崩さないこと、はい、お気をつけくださいませ。そういうことでございまして、引きこもりスアワー、じゃあ行ってみましょうかね。はい、そうなんです。そしてやっぱり昨日も YouTube へのコメントをいただけましたから、 CK さん、YouTube へのコメントありがとうございます。はい、もう僕は昨日お出かけするっていう地獄のミッションがあったわけですけれども、それに対して、はい、もう僕に勇気づけていただけるとってもとっても素敵なお一言をいただきました。とってもとっても素敵なお一言、そうでございますよ。皆様もそうした感じで気軽に接してくださると嬉しいばかりでございます。そういうことでございまして、そんな勇気をいただけるそのお一言を気になる方はやっぱり YouTube のコメント欄必見ですね。必見だと思いますよ。はい、それに対して僕もちゃんとお答えしてますからね。そういうことでございまして、改めまして CK さん、YouTube へのコメントありがとうございます。もう僕は本当にありがたいばかりですよ。 YouTube にコメントをいただけることが、こうしてお声をかけていただけるっていうことで、本当に僕その日一日変わりますからね。やっぱり、はい、その僕の気持ちやモチベーションとか、あとちょっと弱気な心とか、そういうものがいい方に転がると思います。ですのでやっぱり皆様お気軽に、そしてお便りコーナーでお便り読んでっていうことは、こちらの宛先まで投稿フォームがございますので、よろしくお願いいたします。お便りコーナーはこちらとのことでございまして、はい、 YouTube へのコメントをいただけた次第でございました。じゃあ、あとはですよ。はい、やっぱりお便りもいただけてますからね。はい、もうありがたいことです。本当にお便りは、じゃあどなたからいただいてるのって気になりますよね。そうですから、もうはい、お読みしたいと思います。お読みします。じゃあ行きます。じゃん。
ペンネーム、あんこさんよりいただきました。あんこさん、お便り本当に本当にありがとうね。もうそのお便りによって僕はあのワクワクが止まらずにこの放送を続けることができますから、はい、そういうことでございまして、あんこさんからでございました。じゃあ、あんこさんのそのメッセージお読みしてからコメントしましょうね。じゃあ読ませていただきます。じゃん、おはようございます。久しぶりの早寝早起き。リスちゃん、渋谷はいかがでしたか？目的はわかりませんが、楽しかったのではないでしょうか。お疲れかしら。結婚前、夫と公園通りで買い物をし、代々木までよく歩きました。今の渋谷は、なんだかね。アンテナショップのお話が出たので、少しだけ。私も大好きで、有楽町の富山県と茨城県はよく行きます。北海道は欲しいものが売っていないので残念なんです。リスちゃんはタヌキちゃんに見えるなんて噂が。でも、尻尾はリスちゃん。お疲れ様。とのことをいただけましたよ。いつもいつも本当に本当にありがとうございますですから、もうあの最後にあのそうなんですね、まさかのタヌキちゃんはびっくりしました。タヌキちゃん、僕タヌキちゃんにも見えたりいたします。でも尻尾はリスちゃん。あのなんとなく、あーなるほど、タヌキか、タヌキちゃんにも見えるっていう方、そうなんですね、あるんですね、そういう形がっていうのもなんか変な言い方ですけれども、そういうことが。あーでもそれはそれで、あのタヌキちゃんもあの可愛いタヌキちゃんってあるじゃございませんか。それならいいかなって思いますけれども、なんかこうお店の入り口とかに飾ってあるようなタヌキちゃんでしたならば、結構なショックではございました。はい、でもきっと可愛いあのアライグマとか、あっちの方じゃないですかね、アライグマとか、そんなように勝手にいい方向に考えさせていただきます。そしてはい、そうなんですおはようございます。はい、言わせていただきます。おはようございます。もう本当にお便りもありがとうございます。起きて早々のお便りということでございますから、きっとなんだか書きにくかったりはしませんでしたか。大丈夫でした。あの寝て起きて早々っていうのはなかなか何をするにも億劫になっちゃうと思うんですよね。ですが早くいただけまして、はい、放送に間に合えまして、本当に本当にありがとうございますと言わせていただきます。おはようございます。そしてこんにちは。これを公開する頃にはこんにちは。はい、そういうことでございまして、久しぶりの早寝早起き。はい、リスちゃん、渋谷はいかがでしたか。目的はわかりませんが、楽しかったのではないでしょうか。お疲れかしら。はい、そこでございますよ。じゃあどうしましょうか。じゃあ正直に言わせていただきます。正直に僕のこの放送が、はい、始まる前にちょっと CM が流れるじゃございませんか。ちょっと CM っていうのは、僕が TikTok で
ショートアニメーション公開してますよっていうような、その TikTok さんの授賞式に呼ばれたのですよ。はい、もう限られた、そうなんです、アカウントしかお呼ばれされないっていうような授賞式でして、それに、はい、参加させていただきました。それが渋谷で行われたのでございます。もう本当にもう光栄なことですよ。光栄ですけれども、受賞は逃しましたよ。受賞はやっぱり難しいよということでして、はい、そんなイベントに参加させていただきました。ですから、はい、目的、これがもうはっきりここで公開させていただきました。あとはやっぱりですよ、はい、いただきました通り、お疲れかしらの方が正解でございますからね。めちゃくちゃ疲れました。もう疲れに疲れてヘトヘト三昧でございます。もう本当に気を抜けばこうですよ。気を抜けばこうでして、今日の放送できるかなぐらいにもうヘトヘトになっている今でもございます。それだけ長時間そのアワードが、はい、開催されていたのでございます。アワードにプラス、はい、そうなんですよね、お夕食はお夕食で、クリエイターのみんなで集まろうっていう参加に、それを参加させていただいたのでございます。ですから、はい、プラスアワードプラスそうした会っていうこともあって、さらに疲労は困憊しました。まあ僕やっぱりそうなんですよね、人付き合いも苦手ですし、人前に出るのも苦手ですから、ただ楽しかったっていうことはもう全くって言ったら失礼ですよね。楽しかったっていうのがとっても小さくて、むしろ疲労がものすごい大きい、そんな日であったと思います。そんな日であったと、はい、そういうことでございまして、僕の中では疲労困憊、といったところでございました。そしてですよ、結婚前夫と公園通りで買い物をし、代々木までよく歩きました。今の渋谷はなんだかねとのことでして、代々木までっていうのはあれですよね、代々木公園とか、あるそういうところでございますよね。僕あんまり地理的に分かってなくて、本当にもう恥ずかしいばかりでございます。なんだか素敵ですよね。そうして、でも結婚前っていうことは、ご結婚してからそういう時間を設けられたりはしないのです？そこは気になりました。やっぱりそうして一緒に歩くっていうの、それをした方がなんだか素敵な、また結婚後も迎えられるんじゃないかななんて思っちゃいましたよ。そして今の渋谷はなんだかねとのことでございまして、僕は思いました。はい、渋谷、はい、スタッフさんのカバンの中に敷き詰められて僕は移動してましたが、時々顔を出すと、もう人がだっていっぱいですからね。実はコメント欄でもいろいろと書かせていただきましたが、もうなんでみんな
なんか集まるんです。ちゃんと理由があって、僕はイベントっていうものに行かなくてはいけないことがあって渋谷には行くことになりましたが、他の皆さんは何しに行っていらっしゃるんです？きっと何の目的もなしに行ってらっしゃる方いらっしゃいますよね。人が多いのに、人が多いのに、そこにわざわざ集まるっていうことは、じゃあいろんな人とコミュニケーションを取るために集まるのかなって思ったら、そんなことはなく、周りの人には無関心じゃあございませんか。はい、とっても無関心だなって思いますので、無関心でブラブラとするならば、どこかの参道でブラブラしてくださいませ。参道でと言わせていただきます。はい、あ、大変だ、声がかすれてきました。やっぱり疲労感からか声がかすれてきましたよ。そうなんですよね、もう本当に今日はちょっと疲労感の漂う放送ですみません。でもやっぱりそうですね、渋谷ちょっと僕は怖いなっていうのがちょっと思いました。服装もびっくりするような人が結構多くて、はい、キラキラ派手な感じだったり、ズボンが太かったり、ズボンが太い方って怖いですよね。はい、それに夜なのにサングラスをかけていたり、それも怖いですよね。もう真っ暗じゃんって思いますから、そういうことがありまして、やっぱり渋谷ってちょっと僕にはもうちょっと苦手な場所っていうところを強く感じた次第でございます。そんなことでございまして、あとはそうですよね、アンテナショップのお話、はい、いただきました。私も大好きで、有楽町の富山県と茨城県はよく行きます。北海道は欲しいものが売っていないので残念なんですとのことでして、もう富山県と茨城県、どんなものを買い求めですかと、そういう僕は興味が津々で、富山と言ったら、やっぱりその昨日の干し柿なのでございます。干し柿でそれがナンバーワンでございます。じゃあ茨城はどうなんだろうっていうふうに思いましたよ。茨城って何があるんだろうな。茨城、ちゃんと茨城って言ってますよ。茨城って言うと怒られますからね。ちゃんとそういうところは心得ております。ちゃんと使い分けられてっていうか、ちゃんと正式な方を言えて、リスって結構偉いじゃんっていう風に思っていただけますと幸いです。偉いじゃんって思ってください。しっかり者じゃんって。はい、そういうことでございまして、やっぱり何がおすすめですかっていうところをさらにお伺いしたいと思います。そして北海道で欲されているもの、はい、欲していらっしゃるそのものは一体何ですかっていうところもとっても気になります。ですので北海道って言ったら、逆にですよ、いや、海鮮のシリーズ、そういうものがすっごいイメージ強いです。あとチョコレートとかチーズとかアイスクリームも、はい、いっぱいいっぱいあると思うんですけど、ですが北海道はいっぱい思い浮かびますのに、その中でもないのでございますね。
それがどんな通好みなお品か、そこがやっぱり気になりました。そういうことでございまして、気になる気になる、そんなアンテナショップ情報でございました。はい、そうしたことで改めまして、そうですね、あんこさん、お便りをありがとうございます。もう本当にお便りくださいまして嬉しいばかりでございます。僕はあんこさんからいただくことによって何かやっぱりエネルギーをもらいますよね。はい、 YouTube へのコメントやお便りコーナーへのお便り、本当にエネルギーをいただいておりまして、もうただただ僕は頭の下がるばかりでございました。こんな風にですので、はい、もういつも本当にありがとうございます、感謝ばかりでございますとのことでして、はい、お便りコーナーでございました。あんこさんからのお便りで、はい、ではでは行きましょうか、お次のコーナーに。そろそろ、はい、行かせていただきたいと思います。ではでは行きますよ。僕の昨日の夕飯はおでんをはじめいろいろでございます。それというのもこちら、はい、そうですね、おでんをはじめいろいろなのでございました。いろいろ、はい、いろいろありましたが、ちょっと写真に収めることができませんでしたので、はい、このおでんだけはと思ってなんとか写真を撮ることができました。僕のメインで食べたのはお大根でございます。お大根、はい、ちょっと薄味かなって思ったんですけれども、その薄味さ加減がまた美味しかったと思います。はい、濃いよりも薄い方が食べやすいのかなっていうのを感じました。とってもとっても美味しくて、このお大根だけは何個も何個も食べちゃいました。はい、あとはそうですね、ほぼほぼ本当にお大根がメインでしたので、あんまり他は食べることがなかったので、まあ写真がなくても仕方がないかなっていうような感じです。はい、お大根にあとこれですね、ゆで卵も味があんまり染みてないかなって思ったんですけれども、それはそれでやっぱり薄味でいいのかなっていう感じでした。そしてここにはハンバーグも入ってまして、ハンバーグも、はい、僕は1個食べた次第でございます。はい、ハンバーグじゅわーっと肉汁が出て、うわ肉汁だっていう感じで、とっても美味しく食べられました。ですから僕はお夕飯をとってもとっても満足に食べることができましたよ。ですので、はい、やっぱりそこぐらいですかね、楽しみ。でも楽しみって言っても気を使うじゃありませんか。はい、そうなんですよ、気をとっても使うので、やっぱりあんまり味わって食べられた気がしませんね。はい、そうは思いました。スタッフさんがささささささっと僕にこっそりこっそりくださいましたが、もう本当にこっそりこっそり食べていたので、ただただなんか気がなんて言うんですか、本当に気遣いばかりでございまして、ゆっくり食べられた気がしないっていう感じでございます。お夕飯はゆっくり食べたいなっていうところがありますよね。ですのでやっぱりそのはい、お夕飯はマイペースが一番っていうところを感じた次第でございます。お夕飯はマイペース、はい、ただ美味しかったんじゃないかなっていうことは、はい、思いました。そういうことでございまして、
僕の昨日のお夕飯でございました。もうもう、はい、そういうことでございまして、はい、お夕飯コーナー終わりでございます。じゃあじゃあお次はそうですね、はい、お一言を頼りに、お一言を頼りに行きたいと思います。じゃあ行きますよ。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピアさん、またまた本日もお便りありがとうね。先日の新作追加によってまたまたいっぱいサンピアさん語録が増えましたから、ということでございまして、もうもう拝見させていただいちゃいます。じゃん、これはまさにまさに昨日の僕といったところでございます。昨日の僕、はい、どういうことかと申しますと、まず冒頭からご説明しますね。冒頭、これは疲労困憊、疲労困憊のことを、そうですね、ほにゃるって言ったりしません？ほにゃる、ほにゃる難しいな。ほにゃる、そうですね、へばるじゃございません。へばるじゃ、へばる、でもへばるもそれに近いっていう感じでございます。はい、へばるが近い、はい、そうなんです。へばるじゃなくって、そうですね、ちょっと繰り返し繰り返し使う、二文字の同じ言葉を2回繰り返す、はい、そうしたものでございます。もうもうほんと疲れたっていう時に、あとはあれがありますよ、思い出しました、はい、夏の暑さでもうもう疲れがどっと出る、はい、夏に、はい、夏の暑さで疲れがどっと出るのを夏ほにゃって言いません？夏ほにゃ、はい、夏にもう疲れがどーっと出て、もう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 倒れそうになるような、倒れそうになるようなイメージ、それを夏ほにゃ、はい、夏ほにゃのほにゃ、そのほにゃを2回繰り返してくださいませ。ほにゃを2回、そして語尾がですね、そうですそうです、イベントといえばイベント、なんて言うんですか、例えば立食ほにゃほにゃ、立食でみんなで集まって、結構ドレスとかを着て、はい、集まったりするのを立食ほにゃほにゃと言ったり、はい、あとはチキンのセットでほにゃほにゃバレルとかありません？ほにゃほにゃバレル、どうです？これでこれでなんとかたどり着いてくださいました？難しいかな。それによってもうもう、はい、もうもう疲れ疲労困憊のイベントみたいなことの意味になりまして、まさしく昨日のことだよっていうことを、はい、サンピアさんは超能力ですかっていうことを言わせていただきたいと思いました。そういうことでございまして、なんとかお分かりいただけましたでございましょうか。はい、ほにゃ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 言ってましたけれども、そういうことでございますから、じゃあじゃあ行かせていただいてもいいですか。はい、行かせていただきますよ。はい、サンピアさんの一言お当てになっていただけると嬉しいです。わあわあになっちゃいましたよ。ということでして、じゃあじゃあ行きます。それでは
サンピアさんよりの一言どうぞ。なんだかちょっと疲労困憊気味ですみません。バテバテパーティー。